宇宙への移民が始まって50年。宇宙移民者たちは地球連邦に対して独立戦争を仕掛けた。その戦いは人類の総人口の半数を死に至らしめた。建設中の7番目のスペースコロニーサイド7、ジオン軍のモビルスーツザクの進行からこの物語が始まる。ガンダムと少年の数奇な出会いが一人の戦士の目覚めを呼ぶ。我々は一人の英雄を失った。しかしこれは敗北を意味するのか。みんな始まりなのだ。ジオンは開戦当初地球連邦を圧倒したが、ガンダムの出現によって戦局は地球連邦軍に傾くように見えた。ザクが3機伝えておくわね。当てにしてるわよ。行きまーす。左から来る。遅い。うわっ。数奇な運命の糸に操られ、兄と妹は敵味方として再会する。私は良い友を持った。そして兄は友への裏切りを企む。アムロはニュータイプです。宇宙世紀の生んだより深い洞察力を秘めた人ではないでしょうか。私の子供です。怪我をしてるんです。見せろ。そうだけど人様に鉄砲を向けるなんて。母さんは僕を愛してないのか。そんな子供を愛していない母親がいるものかい。嘘つけ。アムロ、人が宇宙を第二の故郷として馴染み始めた頃、宇宙移民者と地球との間で戦争が起こった。っていうのか、ご好意は嬉しいんですけど、僕にはいただけません。なぜ？あなたに物を恵んでもらう理由はありませんから。ハモン一本やられたな、この小僧。ほら、フラウボ。あなたのお友達。おう、話してやれ。いい目をしているな。
見張りじゃねえか。カエさんも気をつけてね。じゃあ。ってやんで。行くぞ。はい、来たよ。三春がいなくなっちまったんだ。密航者だったんです。密航者。どんな理由があろうとも独断専行は重罪だ。ガンダムから降りてもらう。ブライトさん、こんな独房に入れることはないでしょう。ブライトさん、僕の言うことも聞いて。バカなアムロ。君は何にかけるのか、何を残すのか。知っておるか、アドルフ・ヒットラーを。ヒットラー、中世紀の人物ですな。うん、気候はそのヒットラーの尻尾だな。宇宙移民者たちの主権を獲得することが我らジオン公国の大義であります。独裁はそのための方便でしかありません。勝った上で真のニュータイプの開花を待ちましょう。父上、地球連邦軍とジオン公国の対戦はその終局へ向かっていた。しかしこの戦いの中、人は新たな変革を迎えつつあることを知っていく。何が見えるんだ。何が。すいません、突然。あの鳥好きだったんですか。美しいものが嫌いな人がいるのかしら。父さん、こいつをガンダムの記憶回路に取り付けろ。パワーアップは間違いない。父さん、父さんは酸素欠乏症にかかったのか。そのあなたの力が示している。あなたを倒さねばシャアが死ぬ。何。一つの対戦を乗り越えて人はニュータイプへと革新し得るのか。輝く攻防の中、人の革新の陣痛が続く。生き延びることができるか。